三章魚は、イブセマスジの短編小説。成長しすぎて、自分の住みである岩屋から出られなくなってしまった、三章魚の悲嘆をユーモラスに描いた作品で、イブセの代表的な短編作品である。イブセの学生時代の修作、幽兵を開講したもので、1929年、同人雑誌、文芸都市5月号に初出、その後作品集。 夜更けと梅の花に収録され、以降たびたびイブセの著作集の関東を飾った。国語教科書にも採用され広く親しまれている作品であったが、1985年、次戦前集に収録する際に、イブセ自身によって結末部分が大幅に削除されたことで議論も読んだ。以下、あらすじでは削除前の内容を示し、削除による移動は、 後続の節でベッ解説する形をとる。谷川の岩屋をねぐらにしていた参照魚は、ある時自分が岩屋の外に出られなくなっていることに気がつく。2年の間岩屋で過ごしているうちに、体が大きくなり、頭が出入り口にコロップの線のように使えるようになってしまったのである。ろくに動き回ることもできない。狭い岩屋の中で参照魚は虚勢を張るが、 外に出て行くための方とは何もない。彼は、出入り口から、外の谷川を眺め、メダカの群れが、戦闘の動きに合わせてよろめいているのを見て嘲笑し、渦に巻き込まれて沈んでいく白い花びらを見て、目がくらみそうだとつぶやく。ある夜、岩屋の中に、小指が紛れ込み、山椒魚の横っ腹にしがみつく。山椒魚を岩石と勘違いして、卵を産みつけているらしい。 しきりに物思いにふけっているらしい小エビの様子を見て、三照魚は、屈託したり物思いにふけったりする奴は馬鹿だという。しかし三照魚が再び、出入り口に突進し、線のようにはまり込んだりといった騒ぎを始めると、はじめは老狽していた小エビも失笑する。その後、三照魚は外へ出ることを再度試みるがとろうに、終わり、涙を流して、神に向かって、窮状を訴える。 彼は岩屋の外で自由に動き回っている水澄ましや河津の姿を感動の目で眺めるが、そうしたものからはむしろ目を背けた方が良いと考えまぶたを閉じる。彼は自分が唯一自由にできるまぶたの中の暗闇に没頭し、寒いほど一人ぽっちだと言ってすすり泣く。悲嘆に暮れるあまり悪党となった山椒魚はある日岩屋に飛び込んできた河津を閉じ込め、 外に出られないようにした。ワズは安全なくボミの中に逃げ込んで巨勢を張り、2匹の生物は激しい口論を始める。2匹のどちらも外に出られず、互いに反目し合ったまま1年が過ぎ、2年が過ぎた。ワズは岩屋内の杉苔が花粉を散らす光景を見て思わず、深い炭足を漏らし、それを聞き止めた、参照はもう降りてきてもいいと呼びかける。 しかし、河津は空腹で動けず、もう死ぬばかりになっていた。お前は今何を考えているようなのだろうか、と聞く三照魚に対して、河津は、今でも別にお前のことを怒ってはいないんだ、と答える。三照魚は悲しんだ、ママ。弾くと歌う、出られなくなってしまった。こうなりはしまいかと思って、僕は、前から心配していたのだが、冷たい冬を過ごして、 春を迎えてみればこの態だ。だが何時かは出られる時が来るかもしれないだらう。幽兵書き出し、三章魚は、イブセ・マスジが最初に発表した作品であるとともに、その作家生活のほとんどの期間にあたる60年、あまりの間、イブセによって改め筆が続けられた作品である。三章魚が最初に着手されたのは1919 19年。 イブセが、早稲田大学文学部に在籍していた時であった。当時21歳のイブセはこの年の夏休み、郷里で、ヤンマ、アリジゴク、遊兵、ヒキといった動物を、主人公にした短編を数編集作として書き上げ、旧友の青木南八に送った。このうちの、遊兵が、三照王の諸行にあたるものである。これらの動物を扱った短編のうち、後まで残ったのは、 幽閉と玉虫を見るのに変のみで残りは散逸している。また、幽閉も諸行そのものは残っておらず、後雑誌に発表するにあたってどのように手が加えられてたのかはわからない。なお、動物の短編ばかり書いたのは当時流行していたシンボリズムの影響であったらしい。イブセは、早稲田大学を退学した後の1923年7月、 早稲田大学仏文化の同人雑誌、世紀に参加し、同志に、幽閉を掲載した。この時まだ、青森中学校の一年生だった、太宰治は、兄が東京から持ってきた、多数の同人雑誌を読んでこの、幽閉に注目し、天才を発見したと思って興奮したという思い出を、後に記している。しかし、幽閉は、 世間的な評判を得ることはなく、読売新聞の文芸欄では、古臭いという趣旨の批評が一行半程度書かれただけであった。参照王は悲しいんだ。彼は彼の住処である岩屋から外へ出てみようとしたのであるが、頭が出口に仕えて外に出ることができなかったのである。今はもはや彼にと、つては永遠の住処である岩屋は出入り口のところがそんなに強かった。 そして、この暗タ田。参照を書き出し、それから6年後の1929年5月、すでに新進作家として活動していたイブセは、遊兵を全面開講し、同人雑誌、文芸都市に参照を同話、マイナスとして掲載した。遊兵とこの三照をは、三照をが岩屋に閉じ込められて出られなくなるという、 基本的なプロットや道具立てはほぼ共通しており、長さとしてもさほどの違いはないが、後に見るように文体が大きく変えられており、冒頭の一文以外ほとんど共通する文章はない。また、河津との対話が付け加えられたのも、この開校の際であり、結果として、三章魚は、幽平とはほとんど別の作品と言い得るものになっている。この、三章魚は九百三十年四月、 イブセの最初の作品集である、夜更けと梅の花に、三章魚として収録された。以後、イブセの著作集に繰り返し再録されながら、作者の代表作として認められるようになり、高校の国語教科書にも採用され広く親しまれる作品となっていった。イブセ自身は、三章魚について、もともと試作のうちの一つとして書いた経緯から、最初に発表した作品ではあるが、 諸女作ではないとしている。しかし、夜更けと梅の花以後、自分の作品集に参照魚が収録される時には必ず関東に据えており、作家としての自身の出発点とみなしていたことが伺える。イブせは単行本に収録されるたびに参照魚を改訂したが、それらは主として文章表現上の訂正に止まっており、後に述べる事前前集までは、 作品構成に関わる大きな変更は行わなかった。批評、研究においては、この三章吾も発表時には特に注目を浴びたわけではなかった。当時のイブセはむしろその前後に発表された、久助のいる谷間、恋などによって評価を受けており、以後しばらく三章吾はイブセの作家論の中で言及されることはあったものの、長く独立した。 作品論の対象にはならなかった。本格的な作品論が書かれ始めるのは、昭和30年代、中村光雄が、イブセマスジロン自然と人生において、イブセの膨大な著作に関せられた序文として、参照を取り上げ、どうにも動かしようのない人生の現実に対して、虚勢を張りながら、無力を自認せざるを得ない、自己の精神の義ガとして論じてからであり、以後、 有兵原文の発掘と比較研究、教材としての国語教育の分野での研究などを含め盛んに論じられるようになった。イブセは1940年、小学館の学習雑誌、小学2年生に児童向けに書き直した別の参照を発表している。掲載号は第15巻第10号、11号、12号で続き読み物として、 川目定時の挿絵をつけて連載されたものである。この別行、参照魚は、やはり岩屋に閉じ込められた参照魚の話だが、児童向けを意識してか参照魚の内面や嘆きには、あまり注意を向けず、外面的な描写や説明、会話によって一直線に進行する、わかりやすい物語に変えられており、このためルフ版のような複雑さや深みはなくなってしまっている。 またこの別行、三生魚では後に問題となる、河津との和解のエピソードがすでになく、岩屋の中で反目し続ける、三生魚と河津の死を示唆する、次のような文章で終わる形になっている。もロこの頃では、河津はカチカチの干物のようになり、三生魚も口滝のようになっていることでせう。この別行、三生魚は長い間ほとんどその存在が知られて、おらず、 伊ぶせ自身にすら帰り見られなかったものだが、後日の開口問題が起こった後に研究者の前田、貞明によって紹介された。前田は、伊ぶせが後日の開口の際、本文にはほとんど手を加えず結末の削除にとどめたのは、この別行、三照王の試みによって、三照王の世界にはやはり三照王の内面世界の描写が必要であったことに気づいたためではないかと、している。 1985年10月、新庁舎より、新たに、イブセ・マスじじせん全集の観光が開始された。この全集は大分に、米時を迎えた筆者が、初めて作品を厳選し、徹底的な削除、過筆、訂正を行った決定版と名打たれており、参照ウオも、その訂正の例外にはならなかった。従来通り、第一巻の関頭に置かれた参照ウオは、 その結末部分が十数行にわたってカットされており、この結果、事前前週に収められた三章雲は以下の文章で終わる形となっている。さらに一年の月日が過ぎた。二個の鉱物は再び二個の生物に変化した。けれど彼らは今年の夏はお互い黙り込んで、そしてお互いに自分の短足が相手に聞こえないように注意していたのである。 つまり従来の結末部にあった、今でも別にお前のことを起こつてはいないなでくくられる、河津との和解の場面が、丸ごと削除されたのである。また、同然宗の覚書には、開口の元となった、伊ぶ瀬の考えがこう記された。後年になって考えたが、外に出られない、参照をはどうしても出られない運命に置かれて、始末たと覚悟した。絶対ということを教えられたのだ。 関連したのである。この末尾の対話の部分は元来、武田大順や川森義蔵などから評価を受けていた部分であったこともあり、この突然の開口は大きな波紋を呼び、削除に対する賛否や作者の死に、そして作品は一体誰のものかといったことをめぐって分断を賑わせただけでなく、その騒動はマスメディアからも注目を受けた。 いぶせ作品を愛読していた、野坂昭之は、週刊朝日市場で、参照ウは、もはや書き手を離れている作品であるはずだと書き、これまでの読者はどうなるのかと強く反発した。イブセの伝記を執筆した、安岡翔太郎も、当時の講演でこの件に触れ、削ったことによってしまってくるとも思うが、そうすると、前の部分が食い足りないとして、十分納得がいかない心境を語っている。 評論家の古林直は、これは、改定ではなく、破壊ではないかと述解し、この末尾の削除によって、三照魚と河津の関係は単なる、いじめの問題に縮小されてしまったと難じた。同年10月10日付の、朝日新聞のコラム、天聖人語は、この騒動に触れた上で、三照魚の末尾削除は、もしかすると87歳になった作家の、 人間と現代文明への絶望ではなかったかと書いている。一方で、いぶせ自身は、次戦前週と同時期に行われた、川森義蔵との対談で、どうしようもないものだもの。参照後の生活は、随分迷ったですよといった発言をしており、前述の10月10日付の天聖神語では、あれは失敗作だった。もっと早く削ればよかったんだといった言葉も、伝えられている。 しかしさらに後の89歳直前に行われた NHK のインタビューでは直さない方が良いようだな。それが良いかもわからん。誰か書いてくれるといいなと迷いを口に出しており、こうしたイブセの言動も事前前終盤の参照をに対する消極的な評価の一因となっている。ただし批評家や研究者からは読者は読み比べて好きな方を選べば良いのだとする意見や 開講後の方が解釈の幅が広がっているという意見、文体の完成度という観点から、信仰の方を評価する意見なども提示されている。その後、イブセが1993年7月10日に死去するまでの間にも参照ウーは複数の作品集に収録されたが、イブセが次前前収集6時の参照ウーを再び改定することはなかった。 三章魚とその前身、幽閉は、どちらも三章魚を主人公とした三人称の語りによる作品であるが、その文体は、両者で大きく異なっている。幽閉で用いられているのは、当時イブセが愛読していた、正宗白鳥などを思わせる自然主義的な文体である。幽閉の三章魚は、その一人称が当時インテリ大衆の言葉として定着しつつあった。 僕であり、後の参照王と比べると、参照王が内的独白によって、直接に心情を述べている部分が多い。それに対して、語り手は、前知の視点をから参照王の陥った状況を、詳細に、合理的に説明し、また参照王の内面に分け入ってその心理を代弁する。この時語り手の文章の形式は三人称であっても、 三章魚の心情に寄り添うことによって三章魚の独白と混然一体となり、結果として、幽平は三章魚の心情を主観的、直情的に物語る一人称的、独白的な作品となる。これに対して三章魚では三章魚と語り手とがはっきりと分化している。一人称が俺となった三章魚の語りは針かっこでくくられて、 地の文に対し完全と区別され、語り手の客観的な位置からの説明がそれと混じることがない。この文化はさらに、諸君は発狂した参照魚を見たことはないであろうが、この参照魚にいくらかその傾向がなかったとは、誰が言えよう。諸君は、この参照魚を嘲笑してはいけないというような、語り手の自己演出によって強められている。この語り手の自立によって、 参照の嘆きは相対化されて、過度な干渉化が避けられるとともに、作品に批評性といぶせ作品特有のユーモアが与えられている。こうした、主情転嫁によるユーモアの付与はまた、いわゆる、オーブン直訳体をはじめとするいぶせ作品特有の文体的特徴によっても助長されている。オーブン直訳体とは、西洋の文章を地節に畜訳したような文章で、 山椒魚の住処かは、泳ぎまはるべくあまりに広くなかった、そして小さな窓から覗き見するときほど、常に多くのものを見ることはできないのであるといった表現に、その例が見られる。これに加えて、影花植物の種子散布の法則通り、白い花びらは、淀みの水面に広く、円周を描きながらといった、自然科学用語の乱用、発育、応募、弁達といった、 小動物の世界を叙述するものとしてはいかにも大げさな完熟語の使用も、自物の自然主義的な描写に対する、ずらしとして機能する。しかしこうした表現は、自然主義文学が優勢であった、当時の文壇において、イブセがナンセンス文学の作家とみなされ正当な評価が、遅れる一因ともなった。参照ウ,ウオは、チェーホフの短編、掛けから着想を得ているイブセは、 三章魚の着想をアントン・チェーホフの短編小説、賭けから得ていると複数の媒体で述べている。実はこれはその頃読んだ、チェーホフの賭けに感激して書いたもので、賭けのモチーフである。ママ、人間の絶望から悟りへの道程を書こうと思ったので、最も悟っていくところは書こうとすると、自分に裏付けがないからどうしても説明になるのでやめた。三章魚は、 サトリにはいらうとして、入れなかったところを書きたかったのに、知り切れとんぼうになっちまった。チェーホフの、かけは1889年、ノーベオブレイムア氏に、おとぎ話の題で発表されたものが書出で、その後1901年に全集に収録されるにあたり、開講が行われている。イブセが読んだのは、この開講後の作を、コンスタンス・ガーネットが英訳したものである。かけの筋は、 ある青年法学者が実業家と駆けをし、15年の真音との交わりを経って、幽閉生活を自ら送ってみせるというもので、当初は孤独に苦しむ法学者は、長年書物の世界に親しむうちに、地上の幸福のすべてや英知をも軽蔑するに至り、15年後、賭けの賞金である200万ルーブルの金を自ら、放棄し再び幽閉生活に戻っていく。 チェーホフの短編にあるのはむしろ人間の無知に対する激しい軽蔑の情念なのであるが、イブセはこれに東洋風の悟りへの童貞を見て取った。自身の参照魚でももともとは閉じ込められた参照魚が外部世界の価値体系を超えた英知や生のあり方を描くつもりであったのだと考えられる。幽閉に現れる、五乳、高級。 静けさの溶液といった言葉はそうした意図を反映したものと見られるが、しかし、幽閉では結局参照魚の悟りもその必然性も描かれず、悟りへの童貞を描くという観点からは明らかな失敗に終わっている。幽閉を開校した参照魚では新たな要素として川津との対話が導入される。幽閉生活によって、 よくない性質を帯びてきた参照魚は岩屋に飛び込んで、来た河津を閉じ込める。しかし3年の月日が過ぎ、しきりに杉ごの花粉の散る光景を見て思わず短足を漏らした河津に、参照魚は友情を瞳に込めて話しかけ、その対話が今でも別にお前のことを起こつてはいないんだという、河津の末期の許しの言葉に続く。 このように和解に至る参照をに、悟りを見て取ることもできなくはないが、しかしこれは、悟りの童貞というよりは、むしろ時間の経過や、自然の栄意に重ねられた、日本的な優うは、和解の姿であった。このように考えれば60年を経たこの、和解の場面の削除の意図は、悟りへの童貞という、元々のモチーフにふさわしからぬ部分を除くことに、あったとも考えられる。 オオサンショウウオイブセは、サンショウウ実際のサンショウウを目にした、中学時代の体験を踏まえて執筆している。県立福山中学校に入学したばかりのイブセは、中学の池で飼われているオオサンショウウが、餌の飼わずを一のみにするのが面白く、先生にも、無断でこっそり飼わずを与えるようになった。このオオサンショウに関して、ある時イブセは寄宿舎で同室であった。 宮原鉄造と山椒魚が噛みつくと、雷が鳴っても離さんという話が本当であるか、どうかで口論になった。そこでイグサで縄を作ってその先に河津を結びつけ、実際に試してみたところ、イグセが主張した通り、雷鳴が起こっても山椒魚は餌を離さなかった。しかし宮原がよく観察してみると、それは山椒魚の口の奥まで尖った歯が何百本も、 っしり生えていてそれが餌に食い込んでいるためで、山椒魚が口を開いても買わずは逃げることができず、従って雷とは別に関係がないということが分かった。イブセは山椒魚の原型となる作品を手掛けた時、彼自身が餌を与えた、この大参照魚のず体や、一年や二年は餌を食べなくても生きているという生態、ひもじくなると、 自分の指を食うという言い伝えなどを意識に入れて書いたと回想している。物語の主人公である三章吾、及び彼の幽閉生活には、執筆当時のイブセ自身の状況の反映を見ることもできる。幽閉をはじめに書いた1919 19年までに、イブセはすでに画家の夢を諦めるという挫折を経験し、また、美術学校の女生徒への失恋を経験していた。遊兵を 世紀に発表した1923年当時は、イブセは、定職もない無名の作家として生活していた。その前年には、片上伸び教授に憎まれたことによって、早稲田大学から退学に追い込まれて復学も不可能となり、兄からの経済的援助も断たれ、また親友、青木南八を病で失うという不幸も、経験している。折しもロシア革命の影響と、 経済不況の波が押し寄せており、時代的にも閉塞状況にあった。三参雨を発表前の1927年前後には、イブセが参加していた、同人雑誌、人通時代が、戦闘文学と解題した上でイブセを除く全員が、査形化し、イブセは一人取り残され脱退を余儀なくされている。1928年の、恋、1929年の三参雨を、 屋根の上の沢などによって公表を受けるようになるものの、それまでは明日どうなるかもわからない無名作家としての生活を続けていた。山椒魚の冒頭近くには人々は思い続せし場合、部屋の中をしばしばこんな具合に歩き回るものであるという文があるが、山椒魚はこのような作者の生活、世に出られない焦り、そして時代の閉塞から来る。 思い属した状況を反映しているものと考えられる。そのような思い属した感情はまたイブセの初期作品に共通するユーモアの規定をなしているものでもあるが、しかし中村光雄はイブセと参照魚について次のように述べている。死の思い属した憂鬱はこの醜い両生類に代置されることで明瞭な形を与えられ、自己を限定され、理想化されたので、 この点では、死の後の小説の、どの主人公も、この一匹の参照王に及ばないのです。前述のように、イブセ自身は、参照王の着想のもととして、チェーホフの、賭けを挙げているが、賭けと、参照王はそれほど似ていないとして、別の作品を、参照王の源泉として推定する意見もある。ロシアの日本文学者、グリゴリチ・ハルティシビリは、 イブセの三照魚が19世紀ロシアの作家サルティコフ、シチェドリンの短編、賢いカマツカとそっくりだという指摘を行っている。賢いカマツカは、遠征的なカマツカが世間を逃れて、水中のネグラに閉じこもる話である。シチェドリンは日本ではさほど知られている作家ではないが、イブセが学生だった当時ロシア文学は流行の最先端であり、戦術の片上伸びの講義などで、 イブセが彼の作品を知る機会はあったと考えられる。イブセが尊敬していた森尾貝も艦長老玉城でシチェドリンを紹介している。猪瀬直樹は、イブセがことあるごとに、チェーホフの賭けに研究していたのは賢いか松かをもとにして書いた事実をはぐらかす意図があったのだろうとしている。チハルチシビリはまた、三章王の源泉となっている可能性のある作品として、チェーホフの 敵という短編を挙げている。敵はそれぞれ、地主と医師である二人の男が互いに憎み合い、相手を非難し続け合う話で、修正前の三章王のような和解に至る場面はない。ありがとうございます。